山本豊と申します。プロフィールですか。プロフィール、神田木監督を務めさせていただきました。それ以前の記憶は あまりありません。いろいろやってたような気がします。一応10年間くらいあのアニメの演出をやらせていただいております。ありがとうございます。A1 ピクチャーさんと、別の作品でご縁ができて、その際に、この作品をやって、見てはもらえないだろうかみたいな形でオファーをいただきまして、神田木はその前、それ以前には、ちょっと残念ながら読んでいなかったんですが、その際に読ませていただいて、あ、これはなんか自分とご縁があるなと思って引き受けた次第です。いや、忠実に原作を再現したつもりなので、違いといえば、本当に全く一緒というのもこちらとしても面白みがなかったので、バサーファー的な、遊び的な部分はもちろんあったし、原作で描ききれなかった部分、例えば、1話の B パートなどは原作では描かれていないんですね。ナギとジンが出会って、で、原作ではいきなり次の日になっているんですが、アニメの場合はその出会った夜2人はどうやって過ごしたんだろうというのを、描いてみたら面白いんじゃないかということで付け足しました。あとはそういうところですね。原作では書ききれなかったというか、あえて端折っている部分をちょっと足してみると、より面白みが出るんじゃないかと思いました。あとはそうですね、後半12話、13話あたりですね、ちょっと後半ちょっとシリアス展開になるんですけれども、その辺も、よりやるならもうとことん、その凪陣をめぐる、人物の、心理を徹底的にえぐってみようじゃないかということで、かなり出した部分はあります。ですが、本当本筋は原作通りなので、原作ファンの方も安心して楽しめるんじゃないかと思っております。そうですね、日本の神様の話なので、アメリカというその文化圏というか宗教観の違う国で、どんな受け入れられ方をするのかなというちょっと興味津々であったりはするんですが、基本はこれは僕らも心がかけてはいたんですけども、男と女が一つ屋根の下で過ごす同居者ですね、をラブコメディの形で、しっかり描くというのが、かなりの第一義といいますか、一番大事な要素だったので、その辺は多分、万国共通に楽しめるんじゃないかなと思っているので、そのナギとジンが本当に一つ屋根の下で同じ家の中で、どんなドキドキな生活を送るか、日々を過ごすかっていうのも注目していただければなと思います。